はい、こんにちは。今日はスニーカーズでまた変えたので、このスニーカーを紹介していきます。じゃあ早速開けます。箱はこんな感じですね。特別仕様ではないです。今回のモデルなんですけど、エアージョーダン5ファットザっていうのかな。早速開けていきます。こんな感じですね、中身は。中身はこんな感じですね。まあ、片足こっちが、これいいわ。エアジョーダン5、ファットザ？なんかいろいろなモデルが合わさったモデルらしいです。ジョーダン5って全然知らないんで、わかんないんですけど、こっちが東京なのかな？ちょっとね、これかっこいいですね。これかっこいいわ。ちょっとどう説明すればいいんだろう。両方違うんで、まずね、この赤い方は多分スウェード使ってますね、アッパーが。これは多分スウェードですね。で、こっちはちょっと違う革を使ってます。合成の革かな。で、ちょっとずつ詳細見ていきたいと思います。こっちですね。東京モデル。これがなんか東京のマークらしいですね。で、東京モデルって多分このソールのところが白いんですけど、これはなんかいろんなモデルが合わさったみたいで、紫色になってます。なんかちょっと最初に見たとき、なんかアメリカの体の悪そうなお菓子の色だなってちょっと思っちゃいましたね。で、ここ、ほつれてますね。ここの、ジョーダンの、ここが、ほつれがあります。これ後で切っちゃいます。靴の内側っていうのかな。この迷彩柄みたいなのがちょっといいなって思いました。シュータンの裏もエアージョーダン、ついてます。ちょっとほつれてはいますけど、縫い目が荒かったりはしてないです。これは何が合わさってんのか全然わかんないんですけど。アッパーの黄色いのが多分東京モデルなんだと思います。で、このソールのところは、この間出たのがそうなのかな。まあ、こんな感じですね。で、じゃあちょっと赤い方ですね。赤い方が中国とかって言ったらもう、完全に前時代的なんですけど、まあ実際そうなってるんで。これね、革が違います。スウェードになってますね。このアッパーのとこは。自分はこっちの質感の方が好きかな。で、内側のこの柄が、なんかちょっと90年代っぽいですね。この柄。90年代前半っぽい内側の柄ですね。なんて言うんだろう。見えないところにこだわってるのすごい好きなんですよね。ここが銀色。何なんだろう、このモデルは。で、これが多分上海のマークなんだと思います。で、裏側に、ジャンプマンがついてます。いつも通り、ソールにもジャンプマンあります。ジョーダン5。いつも通り。これなんかジョーダン5いろんなモデルが合わさってるのが今回の、30周年、ジョーダン5の30周年らしいんですけど、ここはこのモデルで、ここはこのモデルでとかって、全然知らなくて話せなくて、そこはちょっと申し訳ないですね。でもね、これかっこいいですね。買ってよかったと思います。立て続けに結構出来がいい個体が来たのかな、自分のところに。そこは嬉しいですね。履きこなすのはものすごい難しそうなので、多分自分は鑑賞用。多分じゃなくて、もうほぼ確実に鑑賞用ですね。まあ、今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。